はい、皆さんこんにちは。シンガーソングライター、そしてシニアスノタン、スノーマンのメンバー9人を強く推している全員推しの全推しシニアスノタンの堀内敬三です。本日もほっこりカフェチャンネルご視聴くださいましてありがとうございます。本日2023年7月17日月曜日に収録しております。今日は私の大好きな映画作品、私の幸せな結婚、もう大好きなっていうぐらいではちょっと言葉が足りひんので、私のもう人生を変えた、もう大げさではなくて本当にどう変えてくれたかというと、もう私が今これだけ惹かれてるスノーマンの魅力に気づかせてくれた、スノーマンと出会わせてくれたこの映画作品がこの私の幸せな結婚なので、本当に私の人生の中でもものすごく大きな意味を持つ作品になったこの私の幸せな結婚、この作品のアニメーション、アニメが今月7月5日からもうすでに放送がスタートされています。で、私ももちろん楽しみにしてたんですが、7月5日、スノーマンの昨年のライブツアーラボの DVD が発売日、しかもその日は佐久間大介さん、大好きなさっくんのバースデーにこう発売されるということで、まあ人事にフラゲさせていただいて、もうそこから数日、その素晴らしいコンサートの映像、またむちゃむちゃ楽しいこの特典映像なんかをもう毎日夢中になって見てたので、7月5日からアニメーションが始まる、アニメがスタートするというのをちょっとどこかで忘れてしまってて、先日あっと気がついたらもう2週2回分放送が今終わっておりました。で、調べたら私の住んでおります京都、京都にあります KBS 京都テレビでも水曜日の25時とあったので深夜1時から放送されてるみたいで、この KBS 京都のラジオの方では私8年間もずっとレギュラー番組を持たせていただいてるんですけども、ありますし、また全国のテレビ局の情報なんかは後でここに出させていただきたいなと思います。で、2週すでに放送されてるということで、どういう形で見れるかなと思ったら、私が入っています U-NEXT という、まあ、有料のその動画配信のサイトでこのアニメの私の幸せな結婚も配信されてましたので、1話2話とも、先日見させていただきました。1話が出会いっていうタイトル、2話が旦那様というお方やったかな、なんかそういうタイトルやったと思うんですけども、また実写と当然全く違う形なんですけど、すごい素敵な作画ですし、もちろん声優さんの声もものすごく心地よくて、アニメの方もまだ2話しか見てないんですけど、むちゃむちゃ素敵です。ですので今日はこの私の幸せな結婚、もう映画館に行かれて、もうめめの魅力にもう本当にメルボルになれた方たくさんおられると思うんですけども、このアニメがすでに7月5日から放送が始まってますよっていう、まあ、お知らせ、そしてまた見させていただいたらすごく素敵でしたので、ぜひ見れる方はぜひ見てくださいっていうお知らせと、このそもそもの元でありますこの原作、アギトギアクミ先生の、この小説第7巻が、先日待望の第7巻ついに2人が点点点っていうこの第7巻が発刊されましたので、そのあたりの情報を、なんかこう私の幸せな結婚に関する動画が久しぶりなので、なんかこのあたりになんかすごく新鮮な気持ちを感じながら今日はお話お伝えさせていただきたいと思いますので、ぜひ、私の幸せな結婚大好きな方はお付き合いいただけたら嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。で、この映画、私の幸せな結婚、3月、公開が17日だったかな。で、公開されて少しして見に行かせていただいて、もちろん行くつもりでした。サイレント以降、目黒蓮さんのもう演技にはものすごく私も惹かれてたので、もちろん行くつもりやったんですけども、私の幸せな結婚っていう、なんかちょっとこの甘いタイトルに、さ、どんな感じなんやろなっていう、ちょっと正直なところ、なんかこう、ちょっと不安な気持ちも持ちながら、行ったら、もうその不安を吹き飛ばす予想をはるかに超えるもう素晴らしい映画作品でして、まあそれ以降は興奮気味に動画でも何回も何回もこの映画の素晴らしさを様々な角度から、私もお話しさせていただいていると思います。で、4月5月5月の後半ぐらいに私の住んでおります京都市内の映画館での上映が終わったんですけども、
この映画の中でのすごく重要なロケ地、舞鶴の赤レンガパークや、清香さんと美穂さんが暮らしているお家が、あります東郷邸なんかがあるその舞鶴八千代館での上映がまた始まったので、そちらの方にも行かせていただいて、現在映画館で私はこの作品を10回見させて、いただきました。で、この映画のそもそもの始まりは今言いましたこのアギトギアクミさんのこの小説です。動画で毎日のように私の幸せな結婚をお話してた時はアギトギアクミさんっていう名前を、もう少しスムーズに言えたんですけど、今日久しぶりにこのアギトギアクミ先生のお名前を言うとまだちょっと噛みそうになりまして、もう毎回小説のもちろん中身素晴らしいんですけど、後書き、このアギトギアクミ先生の後書きが楽しくて、途中のあたりでああもうこんなにたくさんの方に愛されるんやったらもうちょっと呼びやすいペンネームにしといたらよかったとかいうなんかつぶやきが結構あるんですけども、久しぶりに言うとちょっとやっぱり噛みそうになってしまいますが、この今月約1年ぶり、この7巻が発刊されましたが、1巻の後書きなんかを読ませていただきますと、確かこう自分のなんか人生の中で一冊でも本がなんかこう自分の本が出せたらいいなというのが夢でした。で、何かこうなんか物語を書くにあたって大好きなこの明治大正を舞台にしたなんかこう作品を書きたいと思いましたって、なんかそういうことが書いてあったと思います。ですので、あの一巻が発刊されてついに私の自分の本がこう出て嬉しいですっていうようななんかたくさんの方への感謝も合わせて書いておられたと思うんですけども、一巻でもなんか自分の小説こう本が出せたら幸せやと思ってたこのアギトギアクミ先生の私の幸せな結婚が、その後まずこのコミックになって、コミックもむちゃむちゃ素敵ですし、そしてこの後書きを読ませていただいたら先にアニメの方が決定したみたいに書いてあったんですけども、この公開の順番としては次に、今年公開されました実写版、目黒蓮さん主演、今田美穂さん共演、このお二人が先週から始まったまたトリビオンゲームドラマでまた共演しておられるというのもなんかむちゃむちゃ素敵なご縁かなと思うんですけども、このまた小説が元になってコミックになり、そして実写版のむちゃむちゃ素敵な映画になり、そして今回今月からアニメに放送され、そして、確か来月から舞台も始まります。だから、まあ、本当にすごいんですよね。一冊でも自分の本が出せたらいいと思っておられた、アギトギアクミ先生の夢、この作品が、もう作品が素敵やらからこそなんですけど、コミックになり、実写版の映画になり、そしてアニメーションになり、舞台にもなる。だから、今のところ考えられる小説原作として、こう、広がっていく、もう最大限全てになんか広がっていかれてるのではないかなと思いますので、本当になんか素敵な展開かなと思います。で、私たちこのほっこりカフェチャンネル見てくださってる方はもうほとんどの方はもちろんこの目黒蓮さん主演のこの私の幸せな結婚を見に行かれて、この作品の素敵さ、そして目黒蓮さんが演じておられます清香がもうあまりにも素敵やったので、もうそれが本当に皆さんのこの私の幸せな結婚の出発点、私もそうです。まずこの映画を見に行かせていただいて、あまりにも素敵やったので、いつものパターンで映画なんか見に行ってよかって、よかったらその原作があったら原作を読んでまた行かせていただくっていうなんかその繰り返しをするんですけども、そういった意味ではこの映画を見られて、またあのほっこりカフェチャンネル視聴くださっている方のコメントを読ませていただいたら、まあ、たくさんの方がまたこの小説の方も読まれている方もたくさんおられると思います。で、今月届きましたこの第7巻なんですけど、正直なところ私まだ読んでなくて、まあ、今週中ぐらいに読めたらなと思うんですけども、ついにこの6巻の後書きでもう皆さんここまで応援してくださってありがとうございます。次回次の第7巻でもうむちゃむちゃハッピーな巻にしますと予告されてたので、おそらくこの第7巻でもうついに引っ張って引っ張って引っ張ってこられましたけど、
ど、清香と美穂さんが、結婚されるっていうことが収められてると思うので、この第7巻を読ませていただくのをすごく楽しみにしてるんですけども、まあこれはもう小説の中身なんかはお話したら皆さんの楽しみを削いでしまうので、もう読んでも皆さんにはお話しないようにしたいと思うんですけども、で、この映画、私の幸せな結婚なんですけど、まだ確かな情報はないんですが、まあ、間違いなく、映画の終わりなんかも、薄い直しが、次は迎えに行くよ、見よ、っていう形で終わってたので、まあ、絶対に続編があるであろうし、また公開された後、これぐらいヒットされたので、ヒットしたので、まあ、絶対来年、続編がある、思いますし、まあ、あると信じてますし、もう決めているんですけども、来年のこの続編、私の幸せな結婚の続編まで、このまた今月から始まったアニメーションを見ながら、またこの思いをつないでいき、そしてまたこの小説もまた皆さん読んでいただき、で、今回このアニメを見たので、私ももう一回一巻から読み直そうと思って、昨日一巻、二巻あたりまで、昨夜実は読んだんですけど、ちょっと久しぶりに、ちょっと時間が空いたので、またすごく新鮮な気持ちで、一巻、二巻読ませていただきました。で、一巻、二巻読ませていただいて、またアニメをまた今日もう一回見たんですけども、アニメはアニメで、これからどれぐらい続くのかわからないんですけど、もちろん映画よりも長い、この放送時間があるので、よりこの小説の細かいところもアニメ化されて見ることができます。で、第2話の方にあったと思うんですけど、美穂さん、サイモリ家で、まあ本当にああいう女中さんみたいな扱いを受けてましたが、その妹のカヤの方が、まあ5歳さんの娘さんっていうことで、まあまあすごく大事にされてて、お姫さんみたいな扱いをされてるんですけど、カヤの方は、その異能のなんか出発点みたいな、剣気の際、鬼が見えるって書く剣気の際をこの発能して、カヤは剣気の際があったのに、まだ美穂はない。だからもう美穂は異能がない、無能やっていうことで、もうよりなんか虐げられていくんですけども、その剣気の際をどういう風に見極めたかっていうなんか場面が、その2話のところであったので、あ、こういうのをまたこういう形で、視覚化されて見ることができるというのも、あ、これアニメも素敵やなと思いました。ちょっとそこのところをお話しさせていただきますと、なんかこう箱の中に、あそこに鬼的なものを、霊ですよね。鬼か妖怪なのかをこう封印してたと思うんですけど、それを開けるぞって言って、そのミオと、まだ子供の小さいミオとカヤがいるんですけど、部屋の中にはいっぱいろうそくが立てられてて、それをお父さんがこう開けると、ろうそくが消えていって、こっからなんか出てきたんですね。で、それを見てカヤが こっちに来ないでって言うんですけど、要するに何がしかのものがカヤには見えたということで、ああ、カヤには剣気の際、鬼を見る、その言うたらもう霊みたいなもの、まあ鬼、妖怪、そんな目に見えない、普通は見えないものが見えるということで、才能があるということを見極められるんですけども、あのあたりは映画でも描かれてなかったところなので、ああ、こういうのもこれからアニメーション、アニメの方でなんか細かいシーンも見せていただけたらすごく楽しみやなと思いましたし、このアニメ作品どこまで何話ぐらい続くかわからないんですけど、これを見続けていくことで来年の続編までもすごく楽しみになりますし、またこの映画、私の幸せな結婚のブルーレイ版が9月の末27日ぐらいに発売予定やっていうことで、私ももちろんも予約してますし、またそのブルーレイ、その映画をもう一回見るのも楽しみやし、また特典映像もむちゃくちゃ楽しみしてるんですけども、そのあたりまでもなんかこのアニメーションでこの私の幸せな結婚を見続けていくことで、なんかこう気持ちをずーっとつないでいく、そしてまたこの来年の続編にもつないでいく、なんかそんな楽しみがあるのではないかなと思いまして、今日はお話しさせていただきたいと思います。私はもうラモの DVD の発売日と重なったので、もうすっかりちょっと
アニメが始まったということを忘れてしまってて、あっと気がついたら、もう2週放送されてて、今週からはもうリアルタイムでも、録画チェックして見させていただきたいなと思うんですけども、2話 U-NEXT という、配信サイトでは見れますので、また、映画を何回も映画館に見に行かれた方、全然違う形で、このアニメの方もむちゃむちゃ、楽しめましたので、ぜひ、この私の幸せな結婚っていうワールド、作品が好きな方には、アニメの方もおすすめさせていただきたいなと思いますし、また小説の方は絶対に読んでいただきたいです。私もついに結婚する、この結婚式どんな感じの結婚式なのかということを楽しみに、今週こう第7巻も見させていただきたいなと思います。今日は今月からスタートいたしました私の幸せな結婚アニメ版アニメーションが、見させていただいたらすごく素敵でしたので、皆さんに見てくださいっていう、なんかこう情報を中心にお話しさせていただきました。来年の続編を今から楽しみにしております。制作陣の皆さん、よろしくお願いいたします。生まれてきてよかった、君と出会えたから。